はい、このようなところに来てます。沖縄県南城市のパーラー形というところです。何しに来たかと言いますと、当然この沖縄ぜんざいを食べに来てます。はい、今回一発目のぜんざいですね。楽しみですね。ミルクぜんざい第2つ。すぐ食べますか。はい、店の雰囲気がですね、こんな感じです。はい、ミルクぜんざい来ました。大です。沖縄で今回初のぜんざいです。はい、じゃあまずはいただきます。いただきます。いやこれが食べたかったんだよね。一応ね、お豆も入ってますね。この白玉をですね、白玉をいただきたいと思います。半分食べたところです。どうやろう。なんかあっという間に焼くなってくる。ああ、体が冷えてきた。あれだけガンガラで、続々と来る。今日もお茶さんします。今日もお茶さんできます。いや、なくなっちゃいます。なくなっちゃいます。こんなにあったのか。はい、完食。ようやく体が冷えたな。はい、どうもごちそうさまでした。いやー、美味しかったです。美味しかったですよ。パーラー形、美味しかったです。ごちそうさまでした。
ラムラーメンでした。道の駅富津崎情報ステーション、ここは道の駅になりますね。七色畑、それではですね、あ、沖縄ぜんざいあるじゃん。入り口はこちらです。沖縄ぜんざい来ました。いや、今回 3回目だな、ぜんざい食べるの。じゃあいただきます。いただきます。結構あれなんだよね、下の方があんまりふわふわじゃないな、これ。ふわふわじゃん。うん、ほんとだ、黒糖味の全材ですね。こんな感じです。あ、落っこちゃった。うん、これが昔からの全材なんだろうな。こんな感じです。断面は、これでミルクがかかってると最高なんだけどな。ねえ、難しいよな、全然食べる。出てきましたよ、白玉が。白玉出てきました。うん、うん、おいしい。豆入ってない、豆は入ってるよ。下の方に入ってた。豆と一緒に食べないんだね、全然は。うん、もうこんな感じになっちゃいました。やっぱ豆が入ると美味しいっすね。ようやく体が冷えてきた。ちょっと上顎はもう冷たくて、下の方に結構豆が固まってるね。下の方に豆がいっぱい固まってました。うん、はい、イラスト白玉。うん、よく冷えてる。うん、美味しかった。はい、どうもごちそうさまでした。いやー、沖縄ぜんざい美味しいね。いつ食べても。